ぱり気持ち変わらないんだよね。あのさ、二つ選択肢あげるよ。一つは私と付き合い続ける。もう今まで以上にいっぱい愛してあげる。二つ目はこのまま別れるってだだこねて、私に何されるか分かんないよ。どっちがいい？バカじゃなかったら分かるよね、どっちを選んだらいいか。そんなに自分の身が危なくなってまで私と別れたい？すごいね、そこまで思わせるなんて。そんなにあの子のこと好きなんだ、私っていう彼女がいるのに。すごいすごい。そんなに思えるんだね。私の今まで愛した時間と愛した分の量返してよ。じゃあ私は好きだからこんなにいっぱい愛してたんだよ。何でもしてあげたいなって思ったしさ、何でもできるって思った、あんたのためだったら。でも別れたいんでしょ。どっち選ぶの？黙ってるってことは付き合い続けるって方を選ぶんだよね。は？この後に呼んでまだ別れたいとか言うの？本当に分かってない。何も分かってないよ。私って何だったのじゃ。そんな、あんな子に負けるほど？本当に私のこと好きだった？好きで付き合ってくれてた？そんな気持ちが映っちゃうんだったら、なんで付き合ってたの？もういいや。うん、なんでもない。いや、やっぱりさ、お互い納得した方がいいから。うん、私も好きな人は傷つけたくないし、やっぱり私のわがままだよね。まだ付き合いたいとか言うの、君にその気がないんだから。もうごめんね、困らせちゃって。そこまで言うなら、分かったよ。うん、ごめんね今まで。その子のこと本当に好きなんだよね、私より。そんな簡単に別れるって決められるほど好きなんだよね。あのさ、私が相手のこと知ってるって忘れないでね。何でも知ってるから。ごめんごめん。もうこんなこと言ったらまた変わんないよね。うん。私も考え直したからさ。ごめん。今までありがとね。楽しかったよ。うん、なんか散々怖いこと言っちゃってごめんね。いや、私の方こそ。まあ、なんかあったら言っておいでよ。
私が何でもしてあげるからさ。じゃあさ、泣いてないから。最後にハグだけしていい？いいじゃん。最後ぐらい一回ギュッてさせてよ。ありがとう。ぎゅー。どうしたの？ねえ、どうした？なんで倒れたの？おーい、どうした？大丈夫？聞こえる？大丈夫？起きてる？残念だったね。私そこまで甘くないからさ。ああ、痛くない。ちょっと弱めでやったから大丈夫だよ。ああ、まあ、しびれてるだけでしょ。動ける？動けない？立てもしない？いいね。いいね。何するって。決まってんじゃん。あ、その前に、携帯貸して。てか貸してって言わなくていいんだ。ちょっと携帯借りるよ。もううるさいな。動けないんだからそこでじっとしてな。もしもし？ああ。そんな甘い声でいつもこの人と電話してたんだ。いや、私だけど。今、彼氏と一緒にいるんだけど、なんか別れたいって言い始めてさ。そう、おかしいよね、急に。なんか他に好きな人がいるんだって。お前のことだろ。何とぼけてんのかな。もうさっきの第一声で分かったわ。よくそんなさ、人の彼氏取ろうとするよね。まあさ、あ、ビデオカメラにするね。見ての通り、私たち別れませんので。 何するって。いや、決まってんじゃん。私たちはまだ付き合い続けるから。もうさ、わがままなの、すごい彼氏。そう、だからちょっと黙らせただけ。 まあ見てわかるでしょ。もうあんたが何したって無駄だから諦めてください。はい、じゃあね、バイバイ。何その顔。言っとくけどさ、あんた悪いよね、本当に。自分の立場分かってる？さっきから口答えしたり、睨んだり。彼女に向かってする態度かな？私がやってるのは、愛してるからだよ。愛してるから話したくないと思うのは当然でしょ？ほら、動けないんじゃん、まだ。ああ、まあ、これであの子は何もしてこないと思うし、なんかしてこようとしたら、まあ、私が動くだけだから。お家帰ろっか。決まってんじゃん。持って帰ります。